今日は今からお母さんと、長良川の花火大会に行ってきます。イエーイ。遊兵機着いたんですけど、会場までのシャトルバスがもうすでに満員が確定してて、僕らは乗れないということが確定したので、会場の金華橋まで歩いていくことになりました。歩いていきます。お母さんよろしくお願いします。道を全然わからないんで、はい、申し訳ございません。じゃあちょっと金華橋まで歩いていきたいと思います。まだ全体的なボリュームはわかんないね。まだ全体的なボリュームはわからない。うわー、でも相当じゃない、価格が。いやー、すごい人がいる。8月は平和の大切さを感じる月です。今なお世界中で続く争いが終わり、人々が平穏無事でいられるように願うばかりです。時に人を不幸にしてしまう火薬の平和利用が花火の打ち上げであることを改めて感じずにはいられません。世界中の人々が平和を謳歌し、花火を楽しむことができるような時が訪れることを祈りたい。今私たちが平和だからこそ、豪快なスターマインを岐阜長良川花火大会定番の600メートルのワイドで打ち上げることができます。岐阜の夜空を鮮やかに彩ります。三栄煙火がダイナミック最強の演出で皆さんをとある劇場にご招待いたします。さあ、それではこの劇場の開幕は会場の皆さんと一緒にカウントダウンで幕開けさせていただきたいと思います。5、4、3、2、1、スタートで参りますよ。皆さん準備はいいですか？はい、ありがとうございます。いきます。せーの、5、4、3、2、1、スタート。
して見事な花火、音と音楽と光の共演ご覧いただきました。皆様いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。続いて第5章です。岐阜という地名はもともと禅宗の僧侶の間で稲葉山城下にある井の口村を古代中国の州という国の言い伝えを参考に岐山、岐陽、岐阜と縁起の良い地名で呼んだことに由来しています。そして織田信長公が身の入りの際に提案されたこの3つの呼び名のうち岐阜を選びました。それからおよそ450年、岐阜は数々の歴史を積み重ねてきました。そしてこれからも岐阜の地で岐阜長良川花火大会とともに歴史を歩み続けていく村瀬演歌が花火と音楽をシンクロさせたスターマインを披露します。第5章岐阜プライドでした。第6章花火岐阜、第2回岐阜長良川花火大会も最後のプログラムとなりました。さあそれでは会場の皆様カウントダウンで一緒に打ち上げていきましょう。いきますよ皆様、大きな声でお願いします。5秒前、4、3、2、1、スタート。
をもちまして第2回岐阜長良川花火大会は全てのプログラムを終了しました。平和に願いを込めてのテーマにお届けしてきた花火の数々、皆さんいかがでしたでしょうか。ありがとう。